話題のベストセラー奇跡の実話、学年ビリのギャルが1年で偏差値を40上げて慶応大学に現役合格した話。これは絶対無理、そんな不可能に挑んだ一人の金髪ギャルの汗と涙と笑いの青春ストーリー。やめるっしょ。やめた方がいいんじゃない。もう一回考え直しなさい。絶対無理。